まあ言ったら今回の原因っていうのはある意味この一点だけなんですけど、お金に苦しんどー。はい、今回は音楽家も最大30万円の経産省の一時支援金のお話で、雑所得から事業所得にした人いけますよという新事実判明というお話になります。本日のお話こうなってます。経産省の一時支援金ね、いよいよ今月いっぱいになってるんですけれども、何日かね、話しております。雑所得から事業所得に2019から2020に変えた人も申請ができるようになりました。そういうふうにさっき聞きました。で、今からでも間に合う人いっぱいいると思いますので、とにかくちょっと見てみてください。はい。で、まあ、この動画の中身なんですけども、音楽ラインアットっていうところで登録すると、レジュメをお渡ししております。それから栗原が質問や相談にね、この LINE アットで直接お答えしますので、もしご興味ある方は、下のね、説明欄、概要欄の方から見ていただければと思いますが、ちょっと動画の最後の方にもうちょっとマシな案内します。ちょっと早速本編入ってきますよ。こちらです。こんなことが今起きてました。ごめんね、ちょっと興奮して落ち着こう。こんなことが起きてました。どんなこと？2019年分が雑所得で確定申告。そして2020年分から事業所得に変えた人ってのはいらっしゃるはずです。で、この方は2021年の対照月、2021年1、2、3月ですね。こことの比較計算っていうのがちょっと制度上できないよっていうふうに出てましたし、言われてましたし、Q&A とか、それからコールセンターの回答とかも出てました。それによって、過去動画で栗原も2度ほどお話ししております。何日か前に、これを、だから新規開業の特例という手が使えるかもしれない。それからさらにその後何日後かに、2019年の修正申告というものも視野に入れてみましょうという提案をしてきたんですが、つい先ほどですね、経産省の方の解釈が変わりましたというか、そういうことです。何が大きかったかというと、あの後ですね、経産省に俺のもちょっとしつこく説明と確認、ちょっとおかしいですよねって、こういうことじゃなくて、こういうことなんですよって、それはまた後でちょっと触れますけれども、確認をしてきたところ、重要なのはその後です。ここです。2019年の雑所得も、音楽の仕事をしていて、2020年の事業所得も同じ音楽の仕事。だからこれを見てる方ってのはほとんどこのパターンだと思うんですけど、だったらそのまま申請していただいて OK だよという、返事ですね。つい40分ぐらい前かな、いただきました。なので、ちょっと急遽これ作っておりまして、これ多分今日、31日にアップしてると思うんですけれども、ちょっと、間に合わない人、間に合わないっていうか、大当ての人、ごめんなさい。どうすればいいのというお話をしていきたいと思います。どうすればいいので、2点ですね。で、今、間に合わなそうな人、ごめんなさいって言いましたけど、ちょっと、せかしますけれど、間に合わなそうな人は、とりあえず延長申請、今これ5月31日の18時に公開してると思うので、延長申請自体は、マイページ作って延長申請とかだったら、5分ぐらいかなと思いますので、まだ数時間間に合うかなというふうに思います。そして、間に合いそうな人はもう、そのまま申請に行ってみてください。で、間に合わなそうな人、それから間に合いそうだけれども、念のため延長申請しといて間に合う分で全然 OK ですので、延長申請すればまだ6月に入ってから2週間ぐらい行けます。はい。で、延長申請をしようという人はですよ、この動画を見ていけんのみたいな。延長申請する人は0529、5月29日の動画、おとといかの動画を見ていただければ、そこに延長申請の仕方っていうのがね、書いてありますので、申請画面付きでやっております。はい。で、この間に合わなそうな人も間に合いそうな人も延長申請したら間に合うと思いますので、じゃあその後どうするのかって。パターンは2つあります。いきます。まず2019年の雑所得の方を比較の対象として基準年として使う方っていうのは1つあると思うんですね。で、2019年、特に2019年の方が収入多かった人多いと思います。2020年はコロナの影響でね、結構、沈んでますので、30万円もらえないかもしれないという方も多いかもしれないですね。そして2020年の事業所得の方を比較の対象にするって、このパターン、2つのパターン、2019か2020しか選べませんので、この2つのパターンかなというふうに思います。先に2019年の方から見ていきたいと思いますね。2019年を比較対象として基準年として使う人は、この3つです。この3つ。まず、雑所得で申請っていうことで、雑所得で申請って先に見ちゃいましょう。これです。一時支援金の申請の仮登録のところで、ここを選ぶところが出てくるんですね。仮登録上流で、法人と個人事業主の事業所得、個人事業主の雑か給与っていうところが出てくると思いますので、2019年、いいですか？ 2019 年を、俺が興奮してるね。ごめんね。2019年を雑所得で申請。ここを使う人は、19年の雑所得を使うわけですから、ここですね。
個人事業主の主たる収入が雑所得、給与所得、ここを選んでいくということになります。そしてこの方に関しては雑所得でいくわけですから、ここです。ここがちょっと必要ですね。2週間のうちに整えてください。延長申請した上で2週間のうちに整えましょう。雑所得の必要書類っていうのがあります。雑所得の方はちょっと特例的になりますので、例えば契約書とかね、こういうものが受け負い契約であるよとか、業務委託契約であるよとかってね、雇用契約じゃないんだよっていうことをね、証明したりとかっていうものを整えたりします。ここに関してはまあ同じなんですけれども、これを整えるということで。そして2020年の確定申告書も添付はします。申請画面に19年の確定申告書、20年の確定申告書っていうのが必須で入ってると思いますので、そこに20年の確定申告書、事業所得ですけど添付するということになります。これで OK だよということになります。はい。でまあさっきね見たんでね、ここはこんな感じでやってみてください。次です。2つ目のパターン、2020年の方を、事業所得の方を使う人は、この方は2つです。やることは事業所得で申請、つまりさっき見たこの画面ですね、これが真ん中の個人事業主等の、個人事業者等の括弧事業所得って、ここにクリックして仮登録してマイページを作るってことになりますね。そして2つ目は2019年の確定申告書も雑所得だけど添付をすると。ここ必須だと思うんですね。必須だったと思う、確か。なのでここ添付しないと進めないんで、19と20、そして20を使うということになります。こんな感じでやってみてくださいね。こんな感じですね。はい。で、今回のこのケースって、ちょっとレアケースなんですね。レアケースなんで、まあまあまあ、経産省の方も混乱したんだと思いますが、後で経産省の方から申請、あなたが申請した後ですよ。ね。もしかしたら問い合わせが来るかもしれません。ね。ちょっと教えてくださいっていう問い合わせがね、来るかもしれません。でも、全く慌てる必要ないです。全く慌てる必要ないです。この後、対処の仕方もちゃんとお話します。だから、もう、あ、やっぱり問い合わせ来たのね、ぐらい、お待ちしてました。どうぞ上がってってください。ぐらいの、これぐらいの余裕な感じで構えていてください。そして、何と言ってほしいか。そこでですね、こういうふうに言ってほしいんです。まあ言ったら、今回の原因っていうのは、ある意味、この一点だけなんですけど、同じ仕事をしてるんです。2019年と2020年は、私ずっと音楽の仕事してるんです。だけど、たまたま2019年と2020年で所得の区分を確定申告上変えただけなんですよって。ここなんです。こういうふうに説明してあげてください。なんでこういうことが起きたかっていうと、今ね、さっき言いましたね。今回の原因はある意味この一点っていう話をしたんですけれども、実はこのパラダイム、人には物の見方っていうのがありまして、これまあ、7つの習慣とか、興味ある方は別のシリーズで7つの習慣っていうのがあるんで、音楽の動画に見てみてください。ちょっと話戻します。経産省には経産省のパラダイムっていうのがあります。経産省に経産省のものの見方っていうのがあります。経産省さんって国税庁じゃないですから、まさか同じ仕事をしてるのに途中で所得の区分を変えてるとは思わないんですよ。え、雑所得って雑に言うとですよ、雑所得ってなんか副業的なことをやっていて、だからなんかこう 何かこう自分で作ってだね、キルティングとかを売ったりとかっていう感じをしていたけど、あ、2019年まではね、キルティングの切り売りしてました、副業で。でも2020年から音楽教室を、演奏活動を始めたんです、みたいな。こういうことかと思ってるんです。経産省さんのパラダイムでは、ものの考え方では。ところがそうじゃないんですって。私、同じ仕事、音楽なんです。ずっと音楽の仕事やってるんです。2019年も、なんなら1900年代からやってるんです。だけど、いろいろあって、2020年からたまたま事業所得に変えたら、こう、狭間に当たっちゃったんですよって。こういうのを言ってあげる。ここを実は俺も経産省さんの方にしつこく言ってたんですね。そしたら、やっと話が通じたっていう言い方もあれですけど、先ほど、40分ぐらい前かな、ご理解をいただいて、あ、そういうことなら OK じゃないですかっていうふうになったというわけ。だから、ここのところね、話戻しますけど、こういう説明をしてあげてください。これで通るはずです。はい。もし通んなかったら LINE の方に相談してください。なんかこんなこと言われてますっていうふうにね、言ってください。はい。あと一つ。2019年を雑所得か給与所得ですでに申請している人の中で、今日の動画を見て、だったら事業所得の方の申請に変えたいっていう人がいたらですね、これこのまんまだといけないので、申請をね、区分を雑か給与から事業に変えるってことができないので、その場合はワンチャンダメ元で、事業所得の申請、そしてその後延長申請ですね、これを5月31日のうちに
やっておいてください。もう一回言います。2019年雑貨給与で申請したんだけれども、今日の動画を見て、だったら事業所得の申請のに変えたいんだっていう人は、このままだとできませんので、申請の区分をねパッと変えることはできませんので、こまちゃんダメ元にはなりますけれども、事業所得の申請&延長申請っていうのを新たにもう一つダブルで5月31日までにしちゃってみてください。そうなると2本申請になっちゃうので、その後経産省とのやり取りをねすると思うんです、できると思うんです、メールでできると思いますので、次の2つのうちのどっちかでやってみてほしいです。でちなみにワンちゃんダメ元でって言いましたけれども、持続化給付金の時はこれから説明するやり方でいけました。ぜひやってみてほしいと思います。1つ目は変更がいけそうなら、つまり雑貨給与から新しく登録した事業の方の変更が経産省のやり取りでいけそうだったら、雑所得か給与所得の申請、もともとやってたやつですね、これを経産省と相談の上取り下げる、私取り下げますっていう、ね、申請 ID 何々なんですけど取り下げます。で5月31日に事業所得の方で申請をしといたのが、延長申請もしといたのがあると思うんで、そちらの方に変えますということですね。こちらをやり取りして、でそっちで続行するって、だから、まあ、変更ですねっていうふうにしてください。そして2つ目なんですけれども、変更が、まあ、いけなそう、もしね、まあ、うちはちょっとそれは難しいですよっていうことで、経産省とのやり取りでなってしまったら残念ですけれども、新しい、まあ、2つのまま2つ登録、申請したまんまほっとくことはできませんので、新しい事業所得の申請5月31日にやった方ですね、こちらの方は、まあ、取り下げると。そして元々の雑貨給与の方でやっていた方の申請でのやり取りを続行するというふうに、こんなふうにやってみていただければなというふうに思います。これですね、おそらくリスクはないと思います。どっちかを取り下げすればいいので、元々の申請とかね、これが続行できなくなるってことはないと思いますので、これ可能性がある限りぜひチャレンジしてみてほしいと思いますし、これに関してはできれば明日の動画でもう少し詳しく説明したいなというふうに思います。ぜひやってみてください。で、今回の情報ですね、ちょっと一つお願いがあります。これをね、まあ言ったらシェアしてほしいんです。今回の情報でね、非常に苦しんでる人多いと思います。うちの LINE にも相談してくださってる方結構いますけど、うちの LINE なんか知らなかったとか、この YouTube すら知らなかったって方もまだまだたくさんいるんじゃないかと思うんですね。なので、よかったらですけど、あなたのお友達、知らない人まだいっぱいいると思いますので、この方にぜひです、ちょっと今回ばかりはシェアしてあげていただければなと思います。延長したとしてもあと2週間ですしね。はい。で、下にですね、ツイッターで俺もちょっと呼びかけました。今回はちょっとマジシェアしてほしいんですけど、リツイートしてほしいんですけど、みたいなのがありますので、リンクも貼っておきましたので、ちょっとこの辺とかもね、ツイッターの方で、なんかこんなこと言ってるらしいんで、もらえそうな人、もらってみたらどうなんていうふうに、言っていただければな、というふうに思います。特に引用ツイートとかすると、あなたのメッセージがちょっと入ってからの俺のツイートだとね、俺のこと知らない人とかでも見てくれる確率が高くなって、あなたのお友達がもしかしたら30万円もらえるかもしれないな、というふうに思いますので、ぜひこんなことやっていただければなというちょっとお願いでした。ごめんね、よろしくお願いします。さあ、今回ね、今回のことでですよ、ちょっとね、俺も本当に途中でね、取材が足んなかったっていうのかな、ごめんなさいね、修正申告とかそれから開業届とかいろいろ出してはきましたけど、最終的にまあこのようなことになりましたが、お金をたくさんもらおうとしたときですね、今後もです、過去もそうでしたけれども、今後もそうだと思います。ビジネスでもらうとき、こうやって助成金をもらうとき、こういうことが起こるのっていうのは実はですね、まあ、残念ながら少なくないんです。やっぱりチャレンジするとそこにはリスクがつきものと言いますかね。それでもなんとかまあ対処して、今回俺が対処しましたけど、今後はそれからまあ今までも今もあなたもね、一緒に対処してくれてるじゃないですか。なのでまたこうやってあなたと一緒に、俺とあなたと一緒に進んでいけたらなというふうに、ね、思ってますね。ぜひこれからもですよ、あなたのクレッシェンド力ね、これ信じてですね、はい、ぜひ一緒にクレッシェンド、お金クレッシェンドをしていけたらなというふうに思います。はい、こんな感じでね、今日のお話は終わりにしたいと思うんですけど、最後にこれのご案内ね、しておきます。さっきはちょっとサラサラっと言っちゃったんで、この動画のね、パワーポイントで動いておりますけど、これをレジュメの PDF、まあ、データ変換したものですね、こちらを本格の LINE アットっていうところでお渡ししてます。本格の LINE アット何かって分かんない方は、この下の方にですね、説明欄、概要欄に LINE アットのリンク、それからアカウント名とか書いてありますので、その辺からなんとかたどり着いていただいて、クリソン、レジュメちょうだいって言っていただければ、過去の動画の、まあ、ほぼほぼ全てのレジュメ PDF ですね、が入っている Google ドライブのリンクをお渡ししております。そして、同じこの LINE アットで栗原に直接質問相談ができます。ね、全部この目で見まして、そして全部この手でチャットにはなりますけれども、お返ししております。ただ一人でやってるので、ですね、今3日
4日待ちぐらいかな。ちょっと待って、もうちょっと待ってね。はい。で、過去最大ですね、2週間待ちとかになっちゃった時あるんですね。文化庁の最終日あたりとか。はい。それでもいいよ、待つよ。っていう方は、遠慮なく、ぜひ質問相談、どしどしお寄せください。そして最後にお願い2つだけ、お願い、いい、ちょっといい、いいね、毎日してるけどさ、チャンネル登録っていうのがありまして、この辺にあるやつなんですが、はい、それをしていただくとすごく嬉しいんです。そしてもう一つ嬉しいことがありまして、この下の方に、なんか高評価ってのありません？グッドみたいな。いいね、みたいなやつ。あれでちょっと、もうクリックしといていただいたら、はい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。そんなわけでまた他の動画でお会いしましょう。